マスオゲームズでーす。はい、今日はね、こちらサマナーズウォーというね、ゲームやっていきたいと思います。はい、でね、このゲームどういうゲームかというと、王道 RPG です。では、タッチトゥースタート。はい、ということでね、サマナーズをやっていきたいと思うんですけど、実はね、今回こちらお借りした端末でやっていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけね、すっごい強いです。お金もすごい持ってるし、まあ、僕も実際やってるんですけど、レベル14ぐらいでこんなに強くないんですけど、だからすごくね、なんか新鮮です。こちらバトルっていうボタンを押しますと、こういうね、いろんなダンジョンがあるんです。結構ね、物語もしっかりしてて、シナリオがいろいろあるんですけど、そのね、シナリオを超えながら、こういろんなね、ダンジョンをクリアしていくっていうね、王道 RPG です。はい。で、モンスターたちはね、このようになってまして、すんごい、すんごい強いです。正直、今このトップの方にいるキャラクターたち、すっごい強いんですけど、こういう風にね、モンスターのレベルを上げたり、進化させたり、こちらね、いろんなスキルを使いながらとか、こうやってね、モンスターを覚醒させるとさらに強くなったりとか、さらにこれ、ルーンって言って、モンスターの装備みたいなものなんですけど、その装備もいろいろね、自分でカスタムできて、しかもその装備もレベルをアップしたりとか、入れ替えたりとか、そのセットの仕方でいろんなね、モンスターの能力が上がったりとか、そういう風にね、いろいろね、自分でこうモンスターのその状態とかを考えながらね、攻略していくっていう、そういうゲームなんです。で、今日はね、実際にね、そのダンジョンもやっていくんですけど、その前に見てくださいよ、これ。これが拠点なんですけど、最初の拠点って、この島一つ分だけなんです。僕、レベル14なんですけど、自分のアカウントだと。でも、こういう風にね、強くなると、こうやって島もね、どんどん広げて、ほら、ここにモンスターたちいますけど、こういう風にね、なんかね、いろいろ育てられたりとか、自分の拠点広げたりとか、できるんです。はい。ではね、実際に、バトルですよ。やっていきたいと思います。こちらにね、ダンジョンがいろいろあります。上の方が普通のね、シナリオのダンジョン。で、こちらのカイロスダンジョンっていうところなんですけど、これはモンスターたちの進化とか、覚醒に使うアイテムを集める、そういうダンジョンなんです。で、僕が今日ね、挑戦するのは、この左下の試練のタワーというね、ところに挑戦してみたいと思います。では、ポチッ。はい、こちらね、試練のタワーなんですけど、このように下の方に行くと1階からあるんですけど、1階から100階まであります。もちろんね、上の方に行くに従って、どん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 敵が強くなっていったりとかするんですけど、まあ、10階ごとにボスがいて、そのボスをクリアすると、なんかね、いいアイテムがもらえたりとか、そういうね、タワーなんです。今日ね、この53階に挑戦します。このアカウントでね、僕1からやって52まではクリアできたんですけど、53はね、何回やってもまだクリアできてないんですよ。はい。ではね、実際に挑戦してみたいと思います。53階。で、これで、左の方ね、パーティーを選びまして、まあ、こうやって色々あるんですよ。モンスタータイプ、攻撃タイプとか、こちらね、体力系などなどいろいろあるんですけど、どうしよっかな。このサポート系を入れようか、いや、これでいきましょう。ではバトル開始。最後のね、ボスが強いんですよ。あ、で、この試練のタワーなんですけど、定期的にリセットされるんですよ。1回ぐらいになっちゃって、あ、月1回ぐらいのペースらしいんですけど、はい。で、今52まで来てます。ではいきます。で、これゲージがね、ヒューってね、各モンスターごと溜まるんです。で、溜まった、キャラが、こうね、攻撃ができるっていうね、そういう状態なんですけど、今右から2番目のね、子が、ゲージ溜まってます。で、こういう風にね、攻撃、今ね、右下に3種類あるんですけど、吸血コウモリ。まあ、体力を回復する攻撃。で、こちらがね、いろいろ、クリティカル打撃が発生率が 30% 追加。こっちが湧き上がる血、敵にクリティカル攻撃を与えた際、味方全員の攻撃ゲージが 20% 増加するとか、まあこれは自動的についてるんですけど、まあこういうのも全部ね、計算しながらやっていきます。で、もちろん属性の相性とかもあるんで、黄色、矢印の黄色のところが属性、ノーマル、不利ではないというね、ところです。じゃあ左から2番目に攻撃。まあこんな感じでやっていきます。で、次、左の水のやつなんで、相手、
相手のガイゴスのね、左から2番目のやつに攻撃します。じゃあ津波ストーム使おうかな。はい、これをやると全員攻撃、さらに固まるやつも出てくるっていうね、まあそういうね有利なそういう能力なんですけど、まあそういった形で戦っていきます。でこのね左から2番目のやつを攻撃するたびにね回復するというね無敵ぐらいのねそういう能力を持ってて、ああ自分のアカウントの方で欲しいわってね思っちゃうぐらいの強さを誇ってます。まあこういった形でねステージ53ちょっとやっていくんですけど、3階にボスがいるんですけど、ボスが本当に強くてね、それがね参っちゃう。じゃあどうせだったらこれ、あいっか、とりあえずここのところは普通に勝ちましょう。で相手もねこれいろいろ能力がね今こういう風に自分たちの攻撃で防御力ダウンとかねいろいろかかってるんですけど、またさっきのね津波ストーム使いましょうか。これねいい、あ凍らなかった。で次こちらサプライズボックス、サプライズボックスで敵全員にダメージを与え、ランダムで弱化効果をかける。よし、いけいっていうね、ほら混乱してるでしょ、これ強いですね。まあこういう形でどんどんやっていきます。大剣で敵を2回攻撃し、それぞれのターンということで、まあいろいろありますが攻撃、まあここはねクリアできないわけはないと思う。わやばい、あいつね今ねバリア張ってたんですね、だから攻撃食らわなくてこうあまりいい状態じゃなかったんですけど、あよーし、ここあれはボス戦です。はい、ここがボス戦ですね。これがね強いんですよ、なぜならこいつらね毒使ってくるから。で敵に接近奇襲して強力な打撃を与えるっていうねのをやっていきます。まずはねこの黒いやつから倒したい。で降り注ぐこれこちらね津波ストームいきます。氷で全ての敵を打撃しっと、これでこれこれよっしゃ2体凍った。そして次でもランダムボックスはまだ使いたくないんで、こちら切断の魔法、たくさんのカードを飛ばして敵全員に防御を無視するダメージ、これ強いですよ。でいきます、ゴー、強い強いね今の。次アッパーカットゴー、いいっすね。どうしよっかな、巨大な大剣を振り回し自分の最大体力に比例するダメージを与える、岩切り系よえまあ強いですけどね僕のアカウントと比べたら。で今ね僕らの方骸骨ついちゃってるじゃないですか、これがね毒なんですよ、このね毒のダメージが半端ない。どうしよっかな、全ての敵を2回攻撃しそれぞれのっていうことでねこれ使っちゃう、いけ。でここでですよ、サプライズボックス弱化しろ、いけ、ゴーゴーゴー、あーし、どうしよっかな、これはまあアッパーカットですかね、いや敵を強く引き起こして自分の最大体力に比例するダメージを与えます。一体して行ったー、倒しましたー、これね今までで一番順調で、次はこの体験で波切りいきましょうか。これちなみにパッシブって言ってね、味方が受けるダメージを 15% 少なくしてるんですよ実は。いや、岩切り、いかー、まあこう何もできないからとりあえず吸血コウモリで回復しながら攻撃、よし、そしてこれ小さな精霊を飛ばして攻撃、やっぱりね一体一体攻撃するのが僕はいいと思うんですよね。ではこちら、いけ、いいですね、あー死んじゃう、あー危ない、ギリギリセーフ。でアッパーカットゴー、うわー回復しないっすねなかなかね、どうしよう、吸血コウモリでいきましょう、全員回復しろ。次誰だ、一番左ですね、防御力を弱らせる、いってください、おー、あ真ん中で死んだ、あーこのギリギリの戦い分かりますでしょうか、一体倒してほしい、倒せ、よっしゃ、いって、これ超まずい、もう普通に攻撃するしかない、普通の攻撃で回復、あーダメかーこれ、ひょう
で攻撃だ。そしてサイクロン全員攻撃だ。真ん中倒せだ。倒した。危ない。あーもうダメだ。いけだー、負けたー。やっぱりね、この53階のこの毒に対応するスキルみたいなのをね、連れてきたりとか、そういうことをしないとこの53階はクリアできないですね。うーん、難しい。ちょっと今いっぱいねやれるんで、今状況を僕クリアするまでちょっとやりますんで、ちょっと多分そこまでカットするんでお待ちください。よし、おお。はい、皆さん多分ねカットだったから一瞬でここまで来たでしょうけど、最後のボスまで来ました。で、さっきのところからチームっていうか一体ね、仲間を変えて、今のボスにねまた挑みましたけど、次はねやっぱり勝てそうです。やっぱ今ね実はサポート系の仲間を入れたんですけど、サポート系の仲間を入れたらすっごいね、ほら簡単にクリアできました。やっぱりチームをこうやってねアレンジしたりとか、その男女に合わせていろいろ変えてクリアするっていうのがね、やっぱこのね王道 RPG サマラゾーで一番重要みたいです。で、こういう風に勝つと、いろいろねもらえて次の回っていう形でねまた挑戦できるみたいです。ということでね、今日はねこちらサマラーズをご紹介していきました。最後に皆さんにねお知らせがありまして、じゃん、こちらのね、シリアルコード。このシリアルコードを、サマーズウォーの中でね、入力しますと、不思議な召喚書っていうね、レアなキャラをゲットできる召喚書を、皆さんがゲットできます。はい。限定20万人分様ですので、皆さん、早めに、こちら入力して、不思議な召喚書、ゲットしてみてください。ということで、今日も最後までご視聴いただいて、ありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。